雪国の一日はやばいよね。まず朝起きて、窓をカーテン開けんだよ、まず絶対。あ雪積もってるかどうか。あ、もう積もってたらそこから雪寄せ。まあ大体30分から1時間ぐらい。だから台湾人いつもギリギリまで会社に着くんじゃん。の前の1時間30分ぐらいで起きなきゃいけないんだよ。いや、もっとだよ。もっと？だって道も混むしさ。ああ、雪だ。はい、はい、大ダ家ジャンハオ、ハオ、おすわ。佐藤さん。はい、この間ね。早速噛みましたけど、なんですか？ 戦争花見のあ、時。暖色着てるのに、めっちゃ寒い寒い、台湾寒いって言ってたから、って下のコメントね、いっぱいあったよ。え？台湾は日本より寒いの？って。そうだね。知らない人のために言うと、秋田出身なんで、まあ雪国で。ああ、台湾が湿度高いんだからなーっていろいろね、コメントがあったんけど。実際は台湾寒い。寒く感じるよね、めちゃくちゃ。台湾に来る前に、なんか、厚手のものは全部捨てたでしょ、みち捨てる。たね、もういらねえなと思って。では、持ってきてよって言ったのに、全部ね、売っちゃって、もう持ってきてなくて、でも毎年台湾の冬はね、今はもう3回、2回の冬はね、もうそうだね。寒い寒いってうるさかった。いや、まず服装も違ったでしょ。日本にいる時はどういう服装したな、あもうな今た。の時期は、下から行くと、まずヒートテックタイプのタイツだね。その上に裏起毛のレギンス。で、その上にジーパーみたいな。下3枚。それは細いだからじゃない、みんなそうなの。結構着てる人いる。3枚は多いかもしれないけど、普通に裏起毛のレギンスを下に履いたりとか、結構いるでしょ。学生とかでも結構多いと思う。まあ CM を見たもの、裏着物デニムとか。あ、そう、裏起毛シリーズがマジで多いね、日本だと。裏起毛じゃなきゃ価値がないみたいな。例えばパーカー選ぶときにさ、あ、裏起毛じゃねえわ、いらねえみたいな。飽きた？ そう、冬だと。じゃあ今は？今、裏起毛じゃないね。いや、別に出かけた時もこれでしょ？そうだだね。から台湾寒いって言ってんの？寒い。俺おかしいでしょうね。あと服装、本当に服装はいつだの問題と思ったわ。じゃあもっと暖かい服装を着ろと言ってたもんな、私。なんかペラペラしかないもん。手袋もいるでしょ？必須だね、そういえば。そう思うとね、手袋、マフラー、ニット帽でしょ。だって風が来ただけで耳が痛いでしょ？コール、マッカーも取れるみたいな。だよね。今考えたら全然違うじゃん。靴下も2枚履くしね。秋田でバイトしてた時、死の感覚も完全になくなるもんな。まあ雪の中歩いたらね、もう氷水の中歩いてるみたいな。特に雪降った後に雨降った日、みぞれ？そうそう、シャーベットみたいな。ああ、しゃべっ 靴に染みてくるんだよ、あれ。てか、それも台湾が湿度高いんだから寒いって、それも雪と雨の時はね、やべえ。比べられないよ、それ。そうだね。だって台湾だとみんな、まあ確かに寒いって言って、ダウンジャケットで、下はスリッパ。学生とかなんか男でも半ズボン履いてるよね、今ダウンジャケットとね。半ズボン。謎の組み合わせ。だから雪の中絶対無理じゃん。そう、みんな雪大好きって言うけどね、住んでみたらマジでわかるよ。あともう一つは、多分みんなが遊びに行ってテンションが高いんだから、いだ、珍しい、あ、綺麗みたいなね。で、それで帰ってきたら、台湾の方が寒いよって言ってんの。で、なのに日本で観光してる時はめっちゃ暑き、ダウンジャケット、ヒートテックと 確手かにね、袋って。服装が違う問題だね。そう、あと気分も違うし、で、この格好で今秋田行ったらやべえもんな。死ぬやろ。ただのアホって思われるよね。 大丈夫こいつみたいでも確かに室内は台湾の方が寒い。な。 あれ、暖房がないからってこと？だって台湾の電車とかも寒いって言ってたじゃん。エアコンがあー、なん強かすぎ懐かして。いね、日本の電車、もわっとした感じ。で、私絶対酔うのもそれわで。かる、俺も酔うもえ、そうなん。あったかすぎて、なんか人間の湿気が もん。のまま。え、台湾の住宅とか、電車、バスとか、全部暖房ないの。で、多分それで、秋田が、まあ、北の方をね、住んでた方は、もう台湾に来て、台湾寒いわって感じるもんな。そうだね。暖房ないんだから。秋田とかだとエアコンさ、
暖房機能ついてなきゃダメだもん。ストーブあの灯油入れて使うタイプ、ガチのやつ。このストーブの上でなんか夜間お湯沸かしてカップラーメン食うみたいな。あ、最高。あの冬のでも家の構造も違うと思うけど、だけど、ね、こう木造でたまにコンクリートみたいなね。たまにちょっと台湾の床はタイルが多いじゃん。タイルだし、まあレンガでしょ、うん、だからちょっと室内に入ったらちょっと寒いみたいな。なんかちょっと冷たい感じはあるね、確かに。絶望じゃない、朝その景色を見たら。はぁじゃないもん。遅刻するから。遅刻許されないから、雪降っても。雪降ってちょっと出れないんで遅刻しますがダメだもん。早く起きろよって言われ、怒られちゃうから。混むでしょ、道路。混むよ。ちょっとおかしいと思ってたもん。みんなが台湾の方が湿気が高いんだから台湾寒いって、はぁって思ったんだよ。そっち、それ住んでみたら全然違うし、痛くなるし、秋田の外だと。そうですね。なんかごめんなさいね。ちょっともう言いません、台湾寒いなんて。確かにちゃんと思い出してみたら比べ物にならないくらい日本が寒いわ。でも確かにあの雪ない国だから、みんなちょっと雪があるところで住みたいってね。住んでみって、ね、住んでみたもんな、私も1年間、うん、別に、まあ、1年だけでいいやって感じだった。雪国の1日はやばいよね。まず朝起きて窓をカーテン開けんだよ、まず絶対雪積もってるかどうか、うん、もう積もってたらそこから雪寄せ、うん、まあ、大体30分から1時間ぐらい。だから台湾人いつもあのギリギリまで会社に着くんじゃん。その前の1時間30分ぐらいで起きなきゃいけないんだよ。いや、もっとだよ。もっと、うん、だって道も混むしさ。あー雪だ。まあ家の前だけ雪寄せすればいいんじゃないかな。なんならもう家から職場までの道を雪寄せしたい。家の前の道路とかもさ、通れないのよ、マジで。だからもう近所のみんな朝早く起きて、その道路をとりあえずみんな寄せるみたいな。自分の家だけやってればいいんじゃないよ。で、滑るし、あのね、車で。滑るよ。いや、たまにみちるの車乗った時も、いきなり、あ、やべ、やべって、ここって、めっちゃ回って、えって思って。やばいね、もう滑ったわって言って。ちゃんと対策もしてんだよ、もちろん。冬用のタイヤとかも専用のやつがあるしね。あ、チェーンもあるよね。チェーンもあるしね、まあ、タイヤめちゃくちゃ高いんだよ、冬物のね。ちゃんと交換してもめっちゃ滑るし、めっちゃ埋まるし。だそれを見越してね、1時間ぐらい早く出なきゃいけないの。で、普通15分ぐらいで着くとこでも、だいたい45分前ぐらいに出るかな、俺。もう埋まったり滑ったりするの想定してね。渋滞してるしね。怖い。細い道でさ、うん、前の車が埋まった時の絶望感が一番やばい。全部詰まる。そう、全部詰まる。でも助け合いはするよ、ちゃんとみんなで押し合いしてる光景がよく見られる。え、それ朝の出勤だけでも全部体力使っちゃったじゃん。いや、着いたみたいな。あ、着いた。うちに街で歩いたらもう滑るし、ニュースよく出てくるんじゃん、年寄りの方が滑って。あ、そういう事故も結構あるね。雪寄せでもあるし、あの屋根の上のさ、ああ雪寄せやばいんだよ、マジで。トミトン開けてドシャンって、まあ、そう、危ないし、あのつららね、刺さるから、マジで。なんか昔俺がこうシャキーンとかやってさ、なんか刺さった気がする。じゃあ楽しいもんじゃないから、マジで。あれ凶器だから。傷落ちてくるよ、マジで。プスって、こんなんがドンってくるから。 あれで結構死ぬ人もいるし、おばあちゃんとかね、ほんと危険予期し、もう窓開けて上見てから出るっていうね。だからだってそう考えたら、雪降ってない国やと服、あの例えば台湾はさあ常に同じ服、ね、だから服であんまかかんないんだよね、実際。たまに寒波来るとめっちゃ寒いよね、確かに。そう、台湾でしょ、それくらいじゃない。まあね、2、3回って感じ。
だって秋田その時は10月の下旬から2月まで寒かったもんな。長かったよ。もう寒波ね。毎日寒波みたいな。私は本当に雪あるところはもう観光ぐらいでいいや。まあ、スノボとかね。ああ。それだけが唯一楽しいよね。雪遊びっていうね。戻れる？ああいう生活。雪の？うん。絶対だってもう本当に住みたくない。あれ？いやでもね、その雪のなんかその感じは本当に好きなんです。あの綺麗な雪がふわふわってさ。なんかそういう景色を思い浮かべると行きたいなって思うけど、住みたいなはちょっと違うかな。だから看護くらいでしょ。そうだね。だね。だってウバも来ないよ。来れないよ。誰もやらんの。一人で来るしかないよ。サンタさんみたいな。ねえ、これからまだ幸い寒いって言ったらな、自分はこの動画を見てくださいよ。もう言いません。ヒートテック着ます。確かにヒートテック1枚着るだけでもう寒くないもんね。日本3枚着ないか寒くないもん。あ、思い出した、あの家遊びた時。ああ。でそれであのちょっと DVD 借りようって出かけるぞって言って、でそれであのジャージが入ってって、で衝撃なのはそのジャージの上にデニムパンツ。えっと思った。履くでしょ、履くでしょ。まず裏肝で保温して、あと風も防がなきゃいけないから。いや相当細いなって思った。あ、結構ワンサイズ大きめで買う人多いよ。やべえ、あの面白いよ。面白いけどね、みんな雪しか好きならもうね、持ってきれば例えばワーホリとか1年半年くらい住んでみたら、ね、住んでみ。そう、雪国なめんなよってことでした。